式会社テクノプロジェクトです。おめでとうございます。エンタープライズパイオニア賞株式会社テクノプロジェクト殿、あなたは Ruby Biz グランプリ2015において当初の成績を収められましたので、その栄誉を称えます。平成27年12月17日 Ruby Biz グランプリ実行委員会島根県、おめでとうございます。おめでとうございます。株式会社テクノプロジェクト様、医療機関が相互に診療情報等を共有するセキュアな医療情報ネットワークを構築され、海外展開を推進されています。おめでとうございます。私どもの会社は松本幸寛さんが住んでいる島根県にございます。島根県で医療の情報を共有する地域医療ネットワーク、マメネットを展開しております。 Ruby でもちろん作っております。それを JICA の協力を得まして、ベトナムゲアン省に展開しているところです。医療のリソースが不足しているベトナムで非常に重宝されて、この10月から本格的に動き始めました。ベトナムでは、IT にも非常に力入れており、Ruby を学びたいという IT エンジニアたくさんいますので、この賞を受賞したのを機に、ベトナムでの医療のネットワークマメネットと、Ruby の発展に貢献したいといきたい、していきたいと思います。今日は大変ありがとうございました。非常にこう第1回目のこう受賞ということで、非常にありがたいと思ってます。 Ruby はシンボルという形で、 IT 産業で実際にこうRuby 使った売り上げというのは 5% なんですよ。いろんな情報産業協会で調査した結果だけど、これによっていろんな人がこう情報産業に興味を持ってくれる、学の支援なんかもあって情報産業に就職したいというような人も増えてきていると。非常にこう Ruby というのはいい効果を我々の業界に与えてくれる、それにご存知のように進出企業も非常に増えたと。我々 Ruby を支援してもらって、それをシンボルとして発展していきたいと思っています。いろんな形でこう松江市さんだとか島根県さんがこういう情報産業を応援したいという、それのシンボルとして Ruby を掲げられたんで、我々はその情報産業 の産業振興ということ、そこを非常にこう気に入って、Ruby がその象徴的な存在だから一緒にやっていこうという気持ちになりました。それが2007年からそういう動きになってきたという形です。作りやすいという、早く作れるという、そういう特徴もありますし、島根のこう松本さんがいる地域で培った技術という、それが使えるということも非常にこうエンジニアからしたらすごくこうモチベーションの上がることなんですよ。で、海外ベトナム持って行って、その Ruby 日本の製品だねというふうに言われると我々非常に嬉しいです。使ってて非常にエンジニアモチベーション高く仕事ができると。 JICA さんのサポートを受けてベトナムのゲアン省というところで医療ネット、マメネットを展開していますけど、それを広める、ベトナム中にこう広めるという、そういうことをやっていきたいし、ASEAN の他の国にもこのマメネットというものを Ruby と一緒に広めていきたい、そういう役割を担いたいと思っています。